ただいまより、トヨタ自動車株式会社2021年3月期第二四半期決算説明会第2部を開始いたしますはじめに出席者をご紹介いたします代表取締役社長の豊田昭雄でございます番頭の小林浩二でございます 取締役執行役員の寺志茂でございますそれでは社長の豊田よりご説明いたします豊田でございます本日は第4四半期決算の発表内容を踏まえ豊田の経営を預かる私の思いをお話しさせていただきたいと思いますコロナ危機という先が見えない時だからこそ豊田の見通しが 自動車産業に関わる方々にとって一つの道しるべになるのではないかと考え本年5月の本決算では全世界販売800万台今期の営業利益5,000億円という見通しを発表させていただきました。基準を作ったことにより異常管理ができるようになり各現場は変化に柔軟に対応することができました。 今回の見通しの情報修正はこの6ヶ月の頑張りもさることながらこれまでの11年間の取り組みによりトヨタとといいう企業が少しずつ強くなってきたからだと思います。資金面や収益構造が強くなったということもございますが一番はトヨタで働く人たちが強くなったことだと思います。工場では、 世の中が必要とするマスクやフェイスシールドの生産を実質的に行いました非稼働日には全員で改善に取り組み生産性が大きく向上いたしました販売現場ではオンライン販売などお客様との関係づくりを続けてくれましたお客様の一台が私たちの工場を日本経済を動かす その一台一台を積み上げるために生産も販売も必死になって自分たちの仕事をしたと思いますそれが急速な販売開発につながりましたリーマンショックの時のトヨタ販売は市場を4%下回っておりましたが今回のコロナ危機では市場を3%上回るペースで回復しております これはみんなで生み出したもっといい車とそれをお客様にお届けする努力の結果だと思いますこうしてコロナで止まった工場が動き出しました工場が動き人が働く姿は地域の人たちに元気を与えたと思います自動車が日本経済の牽引役になろう私は方向性を示しただけですが すべてはその方向に向かい動き続けた現場の力だと思っておりますこの動きはトヨタにとどまらず日本自動車工業工業界をはじめとする5つの業界団体へと広がりました自動車は波及効果が非常に大きい産業です雇用は550万人納税額は約15兆円経済波及効果は 2.5倍となりますまだ第4四半期が終わったばかりですが自動車産業の回復のスピードは速く日本経済に良い影響を与えられているのではないかと思っております本日発表いたしましたトヨタの数字はこうした多くの方々の頑張りに支えられた結果です決して成り行きのものではございません すべての関係者の皆様に改めて感謝を申し上げますありがとうございます自動車で日本を牽引するこの思いはコロナ危機だから生まれたものではありません豊田喜一郎が豊田を創業した時の自動車で日本の人々を豊かにするという思いそのものでありますケース革命によって 自動車産業は百年に一度の大変革の時代を迎えております。先が見えない正解のわからない時代です。私たちはどこに行くのか。それを知るためには私たちはどこから来たのかを知らなければならないと思いました。この円錐形をご覧ください。これは60年以上前に創業者の豊田喜一郎が亡くなった後。 助けを受けた経営人によってまとめられたものでございます当時のトヨタが心を一つにしてさらに前に進んでいくために時の経営人はトヨタとは何かその原点を忘れてはならないと考えたのだと思います日本で生まれたトヨタは世界に広がりましたそして今の私たちもまた大変革の時代を生きております グローバル37万人とその家族のためにそしてこれからのトヨタを支えていく次世代のためにトヨタフィロソフィーでは私たちの使命を幸せせの量産と定義させていたた。だきまし佐吉は食器を喜一郎は自動車を作ったわけですが本当に作りたかったものは商品を使うお客様の幸せであれ。 ありその仕事に関わるすべての人の幸せだったと思いますたとえ私たちが作るものが変わったとしても幸せを追求することは決して変わらないと考えましたそしてビジョンは可動性を社会の可能性に変えるといたしましたやはり私たちは車屋です モビリティにはこだわっていきたいと思っておりますそして可動性という言葉にはもう一つの意味を込めましたそれは一人一人が行動を起こすということです今の私たちに求められていることはトヨタに働く一人一人が地球環境も含めた人類の幸せにつながる行動を起こすことだと思っております 私は豊田高齢から続くトヨタのフィロソフィーは SDGs の精神そのものだと思っております。そしてこのフィロソフィーに基づいた経営をすることこそが SDGs、国際社会が目指すより良い世界づくりに持続的に取り組むことにつながると考えております。現在もコロナ危機の中で世界中の多くの人々が 苦しみに耐えながら懸命に生き抜こうとしておられます私たちは幸せを量産するという使命のもと、有事の時こそ自分以外の誰かのために世の中のために未来のために仕事をしてまいりたいと思います私たちが本当に幸せを量産できているのかステークホルダーの皆様方には厳しくも 温かい目でご指導とご支援をいただければ幸いでございますありがとうございましたただいまより質疑応答を開始いたしますご質問のある方は画面上の手を挙げるのボタンを押してくださいこちらからお名前をお呼びしますのでマイクとカメラをオンにしてご発言をお願いいたしますなお恐縮ですがなるべく多くの皆様からのご質問を受けするために ご質問はお一人様一問でお願いいたしますそれでは日刊自動車新聞福井様お願いいたします画面を切り替えますのでご自身の映像が画面上に表示されましたらご発言くださいただいま画面を切り替えております 福井様、それではお願いいたします。日刊自動車新聞社の福井と申します。よろしくお願いします。えー、あのトー社長に質問です。あの改めてですけれども、上期決算についてのま受け止め、評価ですね。そしてあの今期見通しをま情報修正としたあの下期の展望についても教えていただけたらと思います。あのちなみになんですが、あの社長就任以来ですね、中間決算発表に出席されるのは、ま、今回ちょっと初めてだと思うのですけれども。 今回登壇されたまあ理由についてもまあお聞かせいただけたらと思います。以上よろしくお願いします。はい、あのお答えさせていただきます。あの今回ですね、あの当初予想で出しました通期5000億円というのをこの第二クォーターだけで叩き出したわけですから、これはですね一朝一夕にできることではないと思います。あの。 ご挨拶もも申しし上げましたけれども、えー、確かにこの6か月の必死な現場の頑張りはあったと思いますが何よりもこの社長になってからいろいろな数々のですねリーマンショック東日本大震災超円高とかいろんなものをやりながら少しずつ少しずつコツコツとと積み上げてきたですね結果が 今回出てきたんじゃなないいいのかなという,ふうに思いますそういう意味であの私がです、ね、この中間決算発表に出るのは初めてでございますしトヨタ自動車としても,もうトップがです、ね、中間決算にこうやって出るのは非常に稀だということは理解しておりますが私がこうやって出させていただいた理由はです、ね、コロナ危機という有事であるということで出席をさせていただいております。 特に有事の際は仕事で貢献することが大切だと思っておりますみんなが仕事をすることによって雇用を守り利益を上げそして税金を納めるこれが国家を支える基幹産業としての役割責任だと考えておりますまた自動車産業というのは非常に波及効果の大きな産業でありまして私たちが 仕事をし続けることは関係の産業を元気にすることにもつながるというふうに考えてもおります。それからあの当初ですね、通期で見通しを出させていただいたときの思いにあたるんですが、やはり基準となる計画を出したことに対して、本当に販売店、仕入れ先、従業員が頑張って、 何かもっといい方法はないのかもっとみんなを元気にできないのかわれわれができることはまだあるんじゃないかと前を向いて頑張っている人たちにこの決算発表の場で感謝を伝えたかったと思いますまた今もコロナ危機と戦い苦しみに耐えながら懸命に生き抜こうと努力されている方がたくさんおられることは存じ上げております。まだまだだ 今回中間だということで折り返し点ではございますが、何とかみんなでこんこの後の第三クォーター、第四クォーターもですね、頑張っていくという決意をこの場でお伝えしたかったなということも重ねてございます。以上でございます。ありがとうございました。福井様ありがとうございました。それでは次のご質問に参ります。 オートモーティブニュースハンス様お願いいたします画面を切り替えますのでご自身の映像が画面上に表示されましたらご発言くださいただいま画面を切り替えておりますので少々お待ちください それではハンス様お願いいたします、uh, オートモーティブ・ニュースのハンス・グライメルです。本日、英語で質問させていただいてよろしいでしょうか。日本語でお答えします。それで結構です。Thank you. I just want to ask if you have an update on the woven city project, can you tell us um, when it will when construction will start, when it will finish, when it will open uh, when people will start moving there, how many partners you have and maybe a second question would be, can you tell us your plans for uh, the Olympics next year or next year, um, your technological showcase, how are you going to have to change that for the, the Olympics next year? それでは私からのコメントは少し短めにさせていただきます私がお伺いしたいのがウォーヴィンシティプロジェクトについてのアップデート進捗を教えていただけないかということです。例えば建設がいつ始まっていつ終わるのかオープンはいつになるのかまたいつ頃ぐらいから人が引っ越しをして住み始めるのかパートナーの数は何人ぐらいいるのかそれが1つ目の質問です。そして2つ目の質問としましては来年のオリンピックに関しましてこれまでオリンピックの時にはトヨタが 技術のショーケースの場として活用すると考えていらっしゃったかと思いますが、来年のオリンピックとなった場合にはどういった変更をされるのでしょうか。どのような計画でいらっしゃるでしょうか。はい、あの日本語でお答えさせていただきたいと思います。多分あの同時通訳だということなので、日本語であのペラベラ話しますけれども、ご理解いただけなければまた手を挙げていただければいいと思います。あのプロジェクトは着実に進捗しております。 このやり方もですね。実は AT スプリントというやり方を使いながら、トップである私と担当の者が3週間に一度ですね、方向性の確認会をさせていただいています。このルールは3週間に1回ですね。私がその場その場でその時の最新状態を持って決定をしていく。それは3週間前にあの決定したものと違ってもいいと。ただその都度ですね。 トップの環境変化にあたるディシジョンをしていこうということで進めておりますで、えー、一番大事なのはその候補地がですね現在も生産をしておりますトヨタ自動車東東日本の東富士工場でございますこの工場は今年の年末あと1ヶ月後にはですね閉鎖をされる予定になっておりましてそこで働く従業員もですね あの東北に移動することを決定した社員そして残念ながら家族の都合とかいろんなことがあり、えー、遠隔地には行けないという方はですね他のの仕事を探したりとかいうのをお手伝いしたりということでこの辺りもですね東日本とトヨタ自動車そしてお近くの仕入れ先さんもご協力いただきながらですねあの一人一人に寄り添いながら この先の働く場というのを確保しておりますので順調にですねあのその場はできてくるだろうというふうに思っておりますそれでここがですね来年着工していくわけですがこれ広報の方からは特定な日は言うなというふうに言われているんですが私の思いはですね2月の23日にしたいと思っています。 なぜ2月の23日かというと富士山という単純な理由であります。あの富士の裾野に未来の新しい土地を作るそこに2月の23日にですねまあ祝い列式をやっていくまああのスケジュール感で進んでいるということをまずはですねあの皆様方にご報告させていただきたいと思います。じゃあここで何が行われるのかということでありますが。 私ども自動車会社からモビリティカンパニーに変わっていこうじゃないかというようなことを計画していく中でここで将来我々がに価値を及ぼす商品を実証実験していきたいということでございますそのうちの一つがやはり自動運転の車になるんじゃないのかなとただ自動運転はですね、自動で走る車を作れば成り立つものではなくて やはりインフラとのセットが非常に重要になってくると思いますしインフラとセットにすることによって開発のスピードが極端に上がっていくと思いますそういう中で私どもは一つの減単位がこの間できたなということが大きなニュースの一つだと思います減単位と申しますのはこの土地の区画がですね、150メートル150メートルをかけた正方形の土地が一つの区画になりますそこに 地上に本の3本の道は1本は自動運転専用車専用の道もう一つは歩行者専用の道そして3本目の道は歩行者とスモールモビリティが混在する道こういうことによってですね自動運転でおける安全を確保しなきゃいけないレベルがですね 非常に分かりやすくなってくると思いますただ地上ということでは、えー、天気変更があって、えー、やはり雨の日、えー、晴れの日暑い日寒い日ではですね路面の状況が変わりますそんな中地下であれば天気変更がない自動運転をトライできるわけでございますそして、えー、上は人が関わる移動,移動の道になりますが地下のところは物の移動ですから 天候の変化もなく、物の移動ということでいけば、自動運転のレベルでいきますとですね。エンジニアでない私が言うのもなんですが、一番簡単なレベルなんじゃないのかなというふうに、思っております。そして、その三本の道の、で構成された町にですね。住む人の数が三百六十名ぐらいでございます。で、三百六十名がどんな方が住むのかということでいきますと。 一つは高齢者もう一つは家族を持たれた子育て世代そして3番目が発明家の方々でございますこのいわば日本およびこのウーバンシティをです、ね、今後世界に収めていきたいという場所はです、ね、いわば高齢者、えー、子育て世代がですね一番の社会課題を抱えておられる方々なんじゃないのかなと思います。そしして人を中心にした この場所において発明家をその場に一緒に住まわせることによってそこでのいろんな社会課題に向けた発明をですね非常にタイムリーに起こさせていきたいそしてこの発明家の方はですねある一定の期間を設けましてその間に成果が出ない場合は次の方に代わっていただくということでですねあのどん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 その発明を活性化させるですね 仕組みを今実務の方ででは考えているようでございますそして現在はですね個人そして法人の方を含め3,000社3,000人の方々がですねパートナーとなりたいということで応募をいただいておりますですからそういう意味でこのウーバンシティはですね今後も実証実験の場でありますのでどこまで行ってもです、ね、未完成。 であることとを知っていいいたただきたいなと思います私どもの究極の目的は安全なモビリティを作ることそして人を中心にしていきたいだからこういう人たちの街を作ってインフラとセットでモビリティの未来を作っていきたいでそのためには自動車会社だけではなく多くのパートナーを募集しそのパートナーとともにですね共に作っていきたいということで。 えー、未完成そして、えー、実証実験の場であるということを、えー、ご理解いただきながらですね是非、えー、とも皆さんも何かの形で参加するようなあの未来づくりにですね是非、えー、とも期待をしていただきたいなというふうに思います。ハンスさんちょっと長々と話しましたけれども以上でございます。 ハンス様ありがとうございましたそれでは次のご質問に参ります日本生命清水様お願いいたしますありがとうございます日本生命の清水と申します豊田さんの家を長期にわたり保有する機関投資家として豊田社長にご質問をさせていただきたいと思います少しあの説明も含めて長くなりますがご容赦いただければと思います まずあの第2四半期の堅調かつ市場を上回る回復状況、え並びに通期見通しの情報修正を拝見いたしました。豊田社長をはじめとする経営陣の皆様、そしてすべての従業員の方々の大変なご努力、そして達成された成果にまず敬意を表したいと思います。えー、従来から私は豊田社長が話される言葉そしてフレーズに大変注目をしております。 例えばこれまでにおっしゃられました意志ある踊り場またものづくりは人づくりそして過去に時間を使うのは自分で終わりにしたいなどは印象に強く残っております本日も力強い信念そしてフィロソフィーを伺いました簡潔で力強い言葉がトヨタの進む方向そしてトヨタ社長の決意をはっきりと示していると感じております そしてそれ以上に思うことでありますが豊田社長はトヨタを持続的に発展させるという社長としての役割は当然のこととしてその上でさらに国レベルまたは世界レベルでのもっと大きな責任を自らが背負おうといつも考えておられるのではないかと拝見をしております。例えば国内生産300万台体制の維持を掲げるとということは 日本のものづくりそのもの、もくりりりそそししてて雇用、技術、人材をを守り抜とという決意表れだと拝見をしております。また現在進めておられますトヨタをモビリティカンパニーにフルモデルチェンジする取り組みにつきましてはトヨタという1企業グループを変革することを超えてウーブンシティに代表されますようにまだ誰も想像したことのないモビリティ社会の未来を トヨタを中心にして実現させることに真の狙いがあるのではないかと感じておりますそしてそれを実現するためには他社とのアライアンスによる企業連合作りが欠かせないものであるとも理解をしておりますそこで質問でございますこのようにトヨタの枠にとどまらずしかもトヨタを中心にした未来の社会づくりのためにそして幸せの量産のために 先頭に立って失踪しておられるように、私は感じる豊田社長ですが。まあ、そこまで豊田社長を熱く突き動かしているものは一体。何かということをぜひ教えていただければと思います。どうかよろしくお願いいたします。はい、あの、ありがとうございます。あの、私はあまり。メディアを中心に評価されておりませんので。あの、<laughs> そういう意味ではですね。 あのちょっとくすぐったいほどのご評価をいただきまして本当にありがとうございましたあの今あのその清水社長のですねご質問をお聞きしてて何が自分をそこまで熱くさせてるのかなというふうに私も考えておりました、えー、多分ですね一つは悔しさなんだと思いますあの社長になった時からですね 私がずっと言われ続けてきたことは「あなたにはできないでしょ」「あなたは苦労も知らない」「そして現場も知らない」「だからあなたにはできないでしょ」「お手並み拝見」「失敗するのを待たれる」というですねあの空見たことか「ほら失敗したね」というのを周りが待ってる状況の中で私がなんとかここまでですね いややってこれましたのは数々の危機に、えー、まああの遭遇したからだというふうに思います。えー、私にとって危機という文字はですね、あのい、ーえー、わば危機的状況とあとは機会均等、いわばピンチとチャンスを持って危機というふうに私は理解をしております。そういう中でそういう数ある危機をですね。 どうそのピンチをチャンスに変えていくかというところでなんとかあなたにはできないでしょというようなところをですねなんとかあのあできましたねというように言っていただくようにえずっと負け嫌いいの気持ちで頑張ってきたってこととこはあると思いますそれともう一つはですねこれはいろんな場面で申し上げるんですが。 やはりあの創業メンバーの無念を晴らしたい、えー、我々は八十数年の歴史を持ってやってる会社の今現役を司さっているのが私をはじめ私を支えている経営人だと思っておりますそういう中でやはり我々の創業グループというのは本当にいいところを何も見てこなかったんですね。で私も自動車会社からモビリティ会社に変わろうじゃないかと。 というよういよなこととを言った時にやっぱりあの創業メンバーがですねあの初期から自動車にモデルチェンジをしていこうといったことがですね大変辛く大変チャレンジングな第一歩だったんだろうなと思っておりますがあのじゃあ我々が未来の世代に対して本当にそれができるだろうか。 ということはですねあのやはりトヨタが中心にではなくてトヨタがいろんな共に未来をつくりたい方々から選ばれる存在になるべきなんじゃないのかなという2点がですね多分その私自身をそうやって動かしている原動力だと思います。それにあえて付け加えるんであればジャパンラブだと思いますね。 あのやはりあのトヨタはグローバル企業でありますのでその町一番の会社を目指し進出ししてているるどここの国からも選ばれることを努力しておりますそれができるのもこのその創業メンバーが始めたこの国日本でですね自動車会社という産声を上げてくれたおかげだというふうに思っておりますのでやはりその日本に。 自動車産業を持って貢献したい、トヨタの仕事を持って貢献したいということがですね、大きなあのポイントになるんじゃないのかなとも思っております。で、最初のうちはですね、確かに一人ぼっち感がありました。笛を吹けど、後ろを振り向いては誰も踊っていないというような状態からですね、今は本当に全員とは言いませんけれども。 あの一緒に笛と共にですね踊ってくれてる人が増えてきておりますのでなんとかですねあのもうちょっとの間あのその私が過去,過去を振り返るようなことではなくて次の世代のトップはやっぱり未来を向いてスッと走っていけるようなですねバトンタッチができるように 頑張っていきたいというふうに思っておりますので、引き続き応援をよろしくお願いをしたいと思います。ありがとうございました。あの歴史の上に未来を切り開こうとあのされている新年またあのご決意改めてお伺いできたと思っております。ありがとうございました。清水様ありがとうございました。それでは次の質問に参ります。日刊工業新聞長塚様お願いいたします。 画面を切り替えますのでご自身の映像が画面上に表示されましたらご発言くださいただいま画面を切り替えております少々お待ちください長塚様お願いいたしますマイクがオフになっているようですのでマイクをオンにしていただけますでしょうか日刊工業新聞の長塚と申します よろししくお願いいたしますこんにちは豊田社長にお聞きしたいのですが電動化の流れが加速する中でテスラの業績が非常に堅調で,で足元ではあの車載電池の電池セルの内製化打ち出すなどコスト競争力を高める動きを加速しておりますがその豊田社長はこうテスラという会社をどう見てらっしゃるのかというのをお聞きしたいのとそれを踏まえて トヨタの,あの電動化戦略の展望というのを改めてになりますが、教えていただけますでしょうか。はい。あの私の方からテスラの,のことをどう考えているかというのをお答えさせていただき、電動化戦略についてはあのテラシの方からですね、あのお答えさせていただこうかなというふうに思っております。あのまずでですすね、ね、株式市場においてはです、ね テスラのの時価総額といいうのは約40兆円でございますこの40兆円というのは例えばトヨタプラス日経7社の全部の時価総額を合わせても33兆円でございますのでそういう意味ではテスラ1社でですね日本税7社全部の合計よりも大きな企業価値を生んでいるということであります。 でテスラという会社は BEV で利益を出しまたソフトウェアのアップデートなどでも収益を上げておられるようなビジネスモデルであります。であと再エネを含む LCA とかですね CO2 低減を進めるなどあの彼らがやってることというのは非常に我々にとってもですね非常に学べる点が多々あるんではないのかなというふうに考えております。 でただあの我々トヨタもですねあのそういうそのケース対応に対してはすでにこの3年間相当あの進んでですね2019年の,ですねあの株式市場の動きを見ますと多少顕著に表れてきたと思うんですがトヨタの株価の動きというのは 他の自動車セグメントに比べるとですね、ちょっと違う動きを押し始めております。で、2019年はですね、ケース絡みのあのあのいわばプレスリリースとか決定がですね、非常にあのリアルの方の会社にの中においてはですね、非常に特出していた点がですね、株式市場でも認められているのではないのかなというふうに思っております。それに加えまして、私私ども T.R.I. TRAD という会社を設立しそこでですねエイリンというソフトウェアの取り組みを軸にした車両開発のやり方をハードだけでなくソフトウェアファーストの考え方をすでに始めてきておりますですからそういう意味ではあの我々がにあってテスラさんにないのはやはりこの 1> 1億を超えるこの保有のの母体そしてリアルの世界だといいううふうに思いますあの言葉を選ばずにですねあの言わしていただきますとテスラのビジネスというのを一言で言いますといわばあの保有とかですねリアルビジネスのことをキッチンとシェフという言い方でさせていただきますとキッチンもシェフも。 リアルな世界があまりまだできてない中でレシピというものをトレードして将来はうちのレシピが世界の料理のスタンダードになるよというものに対してあの今は評価されているというふうに思います。ただ私どもにはキッチンもあればあのいわばあのいわばシェフもいるわけであります。そしてリアルな料理を作りリアルな 料理を目の前で食べていただける、えー、口うるさいお客様というのもおられると思いますですからそういう方々とともに全世界はいろんなエネルギー事情が違い、えー、いろんなその電動化のメニューを持っている我々が一番選ばれるんじゃないのかなというふうに思っておりますので現在の株式市場での評価は 完全に負けておりますが、えー、我々もですね、えー、それを横で見ているだけではなく、えー、確実に手を打ち、えー、我々が培ったリアルの世界での電動化フルラインナップメーカーということはあの非常に今後ですね、えー、選,べる選ばれる意味では一歩先にいってんじゃないのかなというふうにも思っておりますで電動化のの戦略についいて寺さんの方からあの寺でございます。 トヨタが考える電動化戦略について少し説明をさせていただきます。先日菅総理が2050年にカーボンニュートラルを目指すというふうに宣言されました。これは2050年にはモビリティの世界はゼロエミッションの車でないと多分それは実現できないというふうに思います。ここうううういいう雰囲気こういう状況の中で 今世の中はいいろろ環境規制が厳しくなってきてきおりますですからこれから2050年に目指してその実現していくためにもいろいろな技術が必要である。例えばあの水素が余っているような地域によっては水素を使えばいいしあの再エネ まあ、あのいろいろ電気がかかっているところはじゃあそれで電気を使えばいいしそれをまた水素にすればいいいろんな選択肢があるというふうに今考えています。それと今あの社長の戸谷が申しましたように結局モビリティ車を選ぶのはお客様である要は規制がどうあれお客様が選択したもので最終的にカーボンニュートラルを目指すというこの2つの要因を 同時に実現させることによって僕たちは技術を高めていく必要があるというふうに考えていますどちらか一つだけが進めばいいというものではないと思っていますですからその地域お客様その規制のレベルあとはその地域地域の環境そういうものがそれぞれのいえるモビリティを選択するでその時にトヨタはどのお客様でも選択できるような車を 提供できるように日々活動をしていくということではないかなというふうに思います我々がフルラインナップメーカーとしてまあ、あの水素である FCV ですとかまあ、電気自動車ですとか当面はここしばらくの間は一番実効性があるのはハイブリッドだというふうに思っていますまあ、これの次にはプラグインハイブリッドが来るでしょうで、そういう複数のものが年とともに徐々にいろいろ分布が変わって最終的には ゼロエミッションの世界が実現できるというような形でその都度その都度環境変化に対応できるように我々は考えていきたいと思います以上でございます長塚様ありがとうございましたありがとうございましたそれでは次の質問に参ります中日新聞長田様お願いいたします画面を切り替えますのでご自身の映像が画面上に表示されましたらご発言ください 長田様、ご質問をお願いいたします。えっと、中日新聞の長田です。えー、あの豊田社長、あのメッセージありがとうございました。あの。その、えっと、中でですね、えっと。あの、ちょうど、私も質問しようと思ってたところでですね。あの、まあ、豊田の車作りに関しての。あの、話なんですが、えっと、まあ、ここであの、今回一台一台の積み重ねの大切さっていうの。を、 あの感じたたっていうお話ありましたけれどあのそれと同時に、まあそのえっと、このトヨタで働く人たちが強くなったっていうあの、えー、お話もありましてであの私もあの、えっと、この20年の上半期のですねあの国内の新車販売台数とかのデータを見てますと、えっと、最も売れたその10位上位車種の中にですねこのトヨタ車っていうのは6車種。 入ってるんですけれど、これやっぱりその、あのまあ、せっかく作り上げてもそれはあの、えっと、魅力的な車じゃないとお客様に届かないわけでそれをお客様がやっぱり選んでるっていうのは魅力的な車をこうタイムリーにあの提供されてるのかなそれが今回の回復にもつながってるのかなっていうふうに勝手にあの思ったりしてるんですが今回その車作りの進化っていう。 なこのコロナ禍で特に何かその社長が手応えを感じられているものはあるのかっていうところとあとあの、すみませんあのあの私もあの、えっと、最後の,です、ね、あの社長があのトヨタフィロソフィーっていうあのところを触れられたところちょっとあのせっかくなんであのお聞きできたらなと思ってましてこの豊田工業から続くあの まあ、トヨタフィロソフィーっていうので幸せの量産っていうのを今度新しく定義されたのかと思うんですがあのその今なぜこの、えっと、こういったトヨタフィロソフィーというものをあえてこう定義されてあの言われているのか確か豊田公陵というのはもうそのこの佐吉あの佐吉町が亡くなられた後にですねあのこのじ自動車事業をやり遂げるためにの心構えをっていうことで喜一郎社長あ喜一郎 あの創業者の久一郎さんがあのえっとまとめられたものかと思ってるんですがそれに続くものをこのあえて今ですねあの出される意味っていうのも合わせてお伺いできたらなと思いますはいご質問どうもありがとうございますあの魅力的な車かどうかを決めるのはお客様と市場でありますのであの我々はすべて魅力的な車にしようと思って作ってるわけですがたまにですねあの そう受け止められない車もあることは事実のですので、あのまあたくさんの新車を投入したということで理解をさせていただいております。あの理由でありますけれども、あのカンパニー性を敷いたのが大きかったんじゃないのかなというふうに思います。私ども約ですねあの1000万に近い車をフルラインで売ってるわけでございますが、以前トヨタ自動車にあった仕組みはですね。 グローバルマスタープランといってどどののの車をををくらいい作ろううかというのを優先順位を決めておりましたでそうなりますとですねあのどうしてもそのたくさん売れる車そしてたくさん儲かっていく車というものが中心になって優先順位が決まっておりました。で何年か前だか忘れましたけれどもカンパニー制というものを敷いてですね トヨタ自動車というのはそれぞれのカンパニーがあの1000万台の中でもこのジャンルの車は私が一番情熱と努力をして優先順位がトップになるよう努力してますというグループをですねたくさん作らさせていただきました。それはプラットフォームごとに分けたり、あとは車の働く車とかですね。ですからそのコースターとか。 例えばランドクルーザーのモデルチェンジも十何年間やられてなかったそれからセンチュリーとかですねいうような車もですねなかなか何十年とモデルチェンジをしてハイブリッド車もなかったような状況の中でそういうものがですね会社の必ず誰かがそういう車を投入していくんだという仕組みを作ったことが影響していることがまず一つ。それと もう一つはです、ね、あの直近においては、えー、リーマン・ショックの時とか東日本大震災の時はですねいろんなプロジェクトをどうしましょうかということで特にリーマン・ショックの時は一斉ブレーキをかけた記憶がございますあの全ての新規プロジェクトにおいてとにかく一回やめようと一回止めようと,ところが今回は止めるどころか。 通常に仕事をやろうというようなですねあのことをやりました。で特に4月5月稼働ができなかった時に例えばその工場で何が行われたかというとですねこれコロナ禍が終わって販売店が稼働し我々がまた車を作れるようになった時にはきっと待ってるお客様がより多いわけだから。 えー、例えば日当たり、えー、最大50台の増産をするためには今何をしなきゃいけないだろうかということを考えてくれた生産現場の社員が多くいましたそしてその日当たり約最大50台の増産を体制するにはトヨタにおいては生産ラインののスピードの4秒短縮が必要になりますこの4秒といってもですねなかなかそう簡単なことではなくて。 ラインが止まっていることに時にこそできる仕事もあるわけですね。そうしますと以前は昼と夜働いてたラインがどちらかが止まっている場合、その止まっている時を利用してですね、4秒の短縮を地道にやってくれておりました。でそれによってですね、あの急に増産となった時も人を増やさずに対応できたと。 いうようなところがですね今回明らかになっておりますしあのこういうことに始まりですねあのいろんな新規開発プロジェクトもあの一切止めなかったことがですねあの当初計画したとおりに新車が出てきたということにつながっていくんじゃないのかなというふうに思っております。それと例ののフフィィロソフィーの件でありますが あのなぜこの時期にこういうものをということなんですがあの実は私がですね社内で、えー、いろんなあの従業員と語る時に戦、えー、戦う戦うういってでございますで、えー、一方で「対立軸を作るな」とも言ってる私が「誰と戦ってんですか?」ということをですねあの従業員からあの聞かされたことがあります。 で私自身もあれ誰と戦ってんだろうなというふうに思った時がありまして私の戦っている相手はですねトヨタらしさを取り戻す戦いだというふうに思ったわけでございます。で、トヨタらしさって何なんだろうなと思っていた時に私がコロナでですねずっと引きこもっておりましたトヨタグループの研修所がございまして。 そこにはですねかつてのトヨタのいろんな資料とかいろんなものがあってそこでまた従業員の一人がですねトヨタらしししししさという先ほどお見せしたたコーンを探し出してきましたでこれじゃないかということで実はそれをベースにあの今新しいゴールと新しいミッションと新しいビジョンを書き加えたものが今回のあの。 お示し,したものでありますところが先ほど監査役のあるメンバーからですね「トヨタは相変わらず必要なものだけ作っていればいいっていうふうに思っておられますね」と「なんでネアンデルタール人とホモ・サピエンスが以前あったのにネアンデルタール人がいなくなってホモ・サピエンスだけが生き残ったかご存知ですか?」という質問を投げかけられたところでございます。 ネアンデルタール人というのはですね必要なものをしっかり作っていくという、えー、人間だったと。でホモ・サピエンスはですねそこに美しさとか楽しさとかいうものを加味した、えー、人たちだったということをその先生はおっしゃいました。でということは必要なものだけを、ねえー、ビジョンとかビジョンとかああいうので語っていてもやはりそこにはですね あの生き残れませんよとそこにはやはり美しいとか楽しいとかでトヨタ生産方式の話に戻りますがトヨタは決して効率化を求めているものではない仕事を楽にさせてあげようと言ってたのが今までの私でありますそしてまあその先生のアドバイスを受けてですね 楽しくしくなななきゃいけないけんだろうなとそのホモ・サピエンスのですねあ,のあれは楽と楽しいというのは同じ字を書きますけれどもやはりその楽しさ嬉しさそして好きだ嫌いだの好きというものがあるがゆえにですねあの人は我々を支持し我々を生き残らさせてくれるんだろうなと,とも思います。でですからそういうい意味であのフフィィロソフィーを を作ったのはそういう理由でありますがまた作ったことによってですねいろいろそういうアドバイスが集まってまいりますので大事なことはああいうコーンをベースに豊田らしさというものをいつも議論をしていくそしていつもその環境変化に向けて自分たちを見直していく道具に使うべきなんじゃないのかなというふうに思っております。そういうい意味ではもではもすね あのそういうトヨタらしさというものと照らし合わせながらですねあの世の中からそういう評価を受けていくようなそしていろんなパートナーから選ばれる会社を目指し全社一丸となって今後も努力を続けてまいりますので是非とも応援いただきたいというふうに思います。 なんとなく、あの株主総会みたいになりましたけど。<laughs> あの目の前に大株主がいっぱいおられますので。どうしてもそういう発言になることはお許しいただきたいというふうに思います。ありがとうございました。それでは、次のご質問に参ります。しました、やすひさ様、お願いいたします。画面を切り替えますので、ご自身の映像が画面上に表示されましたら、ご発言ください。 ただいま画面を切り替えております。島下様、それではお願いいたします。はい、えー、すみませんモータージャーナリストの島下と申します。あの普段、えー、いつもありがとうございます。あの今回あのコロナ禍の中で販売好調ということで、あの負け嫌いのトヨタ社長がおっしゃられた強くなってきたトヨタというのをすごく実感しているところです。 であのちょっと質問はあの未来について先日あの新型未来のプロトタイプに載せていただきましたで単純にあのまずかっこいいというところに響きましたしあの爽快な走りにもすごく感心させられたというところなんですが FCV グローバルで2020年以降、えー、と年間3万台の販売を目指すという話があったと思います。国内ででも1万数千台とということで あの未来の販売,大販売をまあ伸ばしていくというのがすごくあの重要なことになっていると思うんですが、えーとまあ、実際に私も未来を先代4年間え乗せていただいた、まあ、所有してきた経験からして、えー、まあ先ほどちょっとテスラの話も出ましたけどもちょうど同じようなタイミングで出てきたこの2台で、えーとまあ、悩んだ人も周りにもいっぱいいてですねそれで話を聞いたりしていると、まあ、テスラは新しい技術を取り入れてアップデートをいっぱいしてきたりとか。 まああのまあイーロン・マスクというスピーカーがいたんでいろいろメッセージがメッセージ性がすごく強かったというのに対して未来はちょっとアップデートみたいなことがあまりなかったのとやっぱりこうトヨタとして水素社会 FCV というのはいかに重要で重視してるんだまあ何がメリットなんだ何が将来に向けてこうやらなければいけないことなんだそういうメッセージがなんとなく ちょっと聞こえてこない感じがあるなというのを、まあ、周りからも聞いたり、まあ、確かに私自身も実感するところではありました。あの、やっぱり、なんか、いわゆる先進層というか、こういう車を、こう、求める人は、そういうところに共感して買うみたいな。ポイントはすごく多いのではないかなと思うんですが、まあ、新型の、まあ、未来、もしくは、その他、S. C. V. を、まあ、普及していく、させていくにあたって、えっ、ー、と、どんな戦略、コミュニケーション、または。 おそらく多くの人は豊田さんのメッセージみたいなものをね聞きたいのかなというふうに思っているんですがなんかその辺をどのように考えてらっしゃるのかを教えていいただければと思います、はい、あのメッセージというかやはり物語というかですねストーリーと一緒に車を理解いただくということが必要なんじゃないのかなというふうに考えております。 あの我々ですねいつもあの新車をお出しする時はですね今度の新装備はこういうことでありますというその装備説明が非常に多かったと思いますけれどもこれを使ってですねどういう世界観が得られるんだどういうストーリーができるんだどういう主人公にあなたはなれるんだというようなことをですね 一緒に、えー、あの付け加えていくことが必要じゃないのかなというふうに思いました。あのまさしく未来の車もですね。あの未来という車だけ出せば、えー、FCV の車が走るというわけではなくて、あのピュ EV と燃料電池はですね、やはりインフラとセットになってまいりますので、あのどっちが先かではなく 私はよく使う表現は花と蜜蜂ですねあの両方インフラと車が花とミツバチの関係になってそこに新しい電動化の大きな波が起こっていくんだというようなです、ね、あのきっかけにさせながら未来および電動化フルラインナップである我々トヨタのその多くの選択肢をですね あのいろんな方々にお伝えしていこうかなというふうに思いますので、またあの、島下さんもですね、辛口のコメントで、われわれの物語に対してですね、ああだこうだと言っていただければあの、よろしいんじゃないのかなというふうに思いますので、辛口コメント、期待しておりますから、よろしくお願いをしたいと思います。ありがとうううございいます <laughs> 継続的にぜひそういうあの えことができていけばいいなと思ってそこがそういう話が盛り上がっていくのがストーリーにとって大事かなと思いますのでただ愛のある空口コメントですねありがとうましした様ありがとうございましたま,ま,まだまだご質問があるようですが予定の時間が近づいてまいりましたのであと一方とさせていただきたいと思いますそれでは安井高幸様お願いいたします 画面を切り替えますので、ご自身の映像が画面上に表示されましたら、ご発言ください。ただいま画面を切り替えております。安井様、お待たせしました。それではお願いいたします。はい、あの、安井です。よろしくお願いします。あの。トヨターフィロソイ。 仕合せの量産する会社っていうですね、まあ、そういう定義をされたのはあの、まあ、いいことだとは思うんですが問題はこれずっと持続できるかっていうか長期にですねそういう会社になれるのかどうかっていうことがあの問題だと思うんですねあの過去の日本企を見ててもですねあの創業の精神はいい,いことがか,かれてもかなり変わってくる利益だけ求めるとか会社のことしか考えないとかですね まあそういう会社が過去にたくさんあったっていうのは事実ですしトヨタ自身もトヨタ領業っていうのはですねある時期薄れたかもしれないしで今その秋葉社長の時に綱領を出されたのはいいことだと思うんですが秋葉社長はいつまで社長をなさってるかどうか分かりませんしでトヨタもいつ業績が悪くなるかも分からないと。 あの会社の軸になるんだぶれないものになるんだっていう,です、ね、いうふうに持っていくにはもうこれ今,今の状況で十分なのか何かまだこれじゃあいつ何時ですねあの状況が変わった時に、えー、元に戻るというようなおそれがあると思ってらっしゃるのかもしくはそうだとして何がこれから必要なのかなっていうですねまだ何が必要なのかなっていうふうに考えてらっしゃるのかっていうのをらっしゃるのかいうのを お聞きしたいと思いますでそれとあの最後に1点だけありましてあのこれ小林さんにお聞きしたいんですが小林さんが最初あの番頭と呼ばれてですねニヤッとなんか苦笑いされたんですけどあのその小林さん自身番頭っていうのはどういうふうにこうあの定義されてるのかで番頭は何をやるべきなのかあるいは何をやっちゃいけないのか。 どう考えていらっしゃるのかって、これ、あの、最後ちょっとお聞きしたいんですけど。二点、二点なりました、すみません。じゃ、あまずは、その、番頭の回答から、させていただきますかね。<laughs> え、番頭の小林です。あの、まあ、番頭というのは、実は、あの、かたと言いますと、昭和四年ぐらいまであったんですね。あの、商法改正で、なくなりましてですね。で、チ番頭とか、そういった言葉は、なんか、差別用語だということで。 あの社長がバントにしようと言った時に人事担当は絶対だめだと。といった中でもなぜ社長がそういうことしようとしたかというとそれで河さんと私はですね目の,上のタコブらしいんですねそれでですねあの副社長と呼ぶのが嫌だったらしいんですよ。これいつも言ってました自分が社長でなんか上から目線みたいで。 で多分いろいろ考えて副社長制度をなくしましたのでこれを契機に社長を即座に番頭親父とつけましてですね私はもう一代限りの番頭と思ってますあの豊田家の番頭であり会社の番頭かなと番頭というのはですねまあ社長を助けそしてまあ,あの社長のフィロソフィーを社員にあの分かりやすく伝えていくまあ社員のこう思っていることを それを戦略に組み込んでいくというのがあの一番大きな役割かなと思っています。そういう意味でですね、あの私あの昼ご飯は必ず役員と役員とかあの幹部職といつもご飯を食べています。なぜかと言いますとですね、これがさっきの第一番目の質問につながると思うんですけども、やっぱりトップをきっちり理解することがまず第一ですね。あの会社というのは。 で、私はあのこの年でですね。あのまあ、トヨタにジョインしましてですね。仕事ができるとしては、世に世の中に事前打線いくらでもいますね。しかし、大事なことはトップとこうベクトルが合うかな。気持ちが合ってるかな？理解してるかな？っていうことがすごい大切だということは身をもってですね。感じていますた。ただ仕事ができるかできないかはこう、このあの皆さんが評価するんですけども、そういう中で。 じゃあ社長の思いをその若手とか中堅とろに伝えようじゃないかと、まあ、皆さんにも時々機会をいただいてやっておりますけどもそうすることによってですね先ほどそのフィロソフィーまた利益だけ追求するんじゃないかとかあの自分のこの会社のことしか考えないかとおっしゃってますけどもこれを若手も含めて理解度が深まれば深まるほどですねこれ持続的に多分あの どうですかあのこれからもこのフィロシテは徹底されておりますで実はこれは社長は本当に申し上げるんです過去いろいろ作りましたトヨタウェイとかいろいろ作りましたけれども一つも徹底されておりませんなぜかと言いますと書類を配っておしまいでしたからでこれからはこれをもとに先ほど社長申し上げましたように展開しようじゃないかと自分たちの幸せというのはどういうことなんだろうと。 いうことも含めてこれはもうあのトヨタ工業というのは企業の哲学バックボーンですのでここから現代用語にきちょっと「漢文帳」ですので現代用語に置き直す必要もあるわけですね。でこのぶれないことでこれ進めようじゃないかということもその進めるのにあたっても私は大きな役割を果たすべきかなとは思っております。そういうい意味では、まあ、あのあっきり言いますと あの役員には毎日私は怒ってましてですね血圧が随分上がってきましたけれどもで若手諸君は罪がないでも話すと本当にあのあそういうことなんだ社長はそういうこと考えてるんだということを言っていただきます。まあ、ということであの安井さんの答えになってないかもしれませんけどもあの番頭というのはそういうものかなと思っております。 それからもう一点あのフィロソフィーの件でございますが、えー、これは決してゴールではありません。あのスタートポイントだと思っております。あのこれは先ほども申しましたけれども、ある程度その今後ですね、いろんな状況になっていったときに、あのまたその次のトップがですね、悩んでいったときに、何かの羅針盤になっていくようなですね。 ものに活用してもらえばいいんではないのかなというふうに思っております。それとあの先ほどあの野性さんの方からあのまた利益ばっかりとか言うんですが、私はあの利益を追求することは悪いことではないと思います。企業である以上利益を出してしっかりと税金を納めるこれがトヨタが一番 良しとしとてて考えている社会貢献だと思っておりますので、あの利益ばかり求める会社が悪いんじゃなくて利益を出した利益を何に使うのか誰のために使うのかということをしっかり理解をした人間を作っておくということが大事なんじゃないのかなというふうに思っております。ととかくです、ね、あの利益を出したことが何か、えー、悪いような 言い方をされる場合がございますが利益を出さない会社はやはり、えー、やっぱり未来への投私がですね社長になった当初は赤字の会社でありましたそんな時はですね本当に先ほども申しましたように全部ブレーキせざるを得ないんです。で そういうような中で今は未来への投資もできますし従業員も確保できますしその中でより楽しめるる仕事にシフトするようなこともでできるわけですところが利益が出てないとそれは全くできずただブレーキを踏むだけというふうになってしまうものですのでぜひとも安井さんはじめ 全てのステークホルダーの方々にはですねトヨタが利益を出すことに対してのブレーキは踏まないようにいただきたいただしその利益をどういうふうに使うんだ何のために使ってんだそしてどういう意思を持ってやってんだというところはですね本当に厳しく批判を含めやっていただきたいなというふうに思います。私どもは中においてですね そういうご批判そしてアドバイスいうようなものに耳を傾けながらあの長い目において「ああの時の,あの決断は良かったね」「あの時の,あの動きはみんなは反対してたけど今になればあの時がターニングポイントだったね」と言われるようなですね決断を今後も日々やっていきたいというふうに思いますので。 あのぜひともですねあのそういう形で今後も知った激励よろしくお願いをしたいというふうに思いますありがとうございました安井様ありがとうございましたそれではこれにて決算説明会を終了させていただきますご視聴いただきましてありがとうございました